モータージャーナリストの久島です。今日は東京ビッグサイト第42回を数える東京モーターショーの会場に来ています。ジャガーの XKRS、 かなり攻め込めるっていう車ですね。まあ、アクセルもそうですし、ブレーキがある、そのストッピングパワーの強さですから、もうサーキットなんか結構ガンガンいけちゃうような仕上がりになってます。それと車自体がすごく軽いんですね。車がなんていうんですかね、こう軽いフットワークでこう走るんで、小さい車を運転するようなそんな気さえします。思い通りに動かせるっていうんですかね、いい車です。はい、このジャガー XKRS なんですが、まあ、最初に見たときは驚きましたよね。この今までのイメージにはなかったブルー、あとはこの派手な、ね、リアスポイラーだとか、この、ディフューザー、こういうところにね、なんでジャガーが今これをやるんだろうって最初は、ね、ちょっと、ね、疑問符もあったんです。でもステアリングを握ってみて、エンジン音の高鳴りですとか、まあ、アクセルの反応の良さ、まあ、ハンドリング、そういったものを含めて全てがね、リアルなスポーツカーなんですよね。ジャガーイコールスポーツカーブランドなんですけど、ちょっとね、正直忘れかけてたところがあったなと、スポーティーぐらいになってたなと思うんですが、それがね、ジャガーイコールスポーツカーだっていうことをね、改めてリマインドさせてくれた、あのブランドがね、新しくこう生まれ変わったかのようなね、その象徴になる一台なんじゃないかなというふうにね、その時感じたんですね。ジャガー XKRS、 これの良さというのか、私の感じた良さ、これは一言に言ってタイトという言葉に表現できるんじゃないかと思いますが、コックピットもタイト、パワートレーンもタイト、そしてサスペンションもタイト、まあ、つまりタイトっていうのはドライバーと車の一体感、これをまあ高めるという意味のことですが、その一方では市街地を流していても、その本当に心地よいこう自在さというか、しなやかさ、これを持って、走れる、そういうタイトさと自在さ、まあ、この2つのキーワードが、一番ぴったりくるキーワードじゃないかなと、感じています。見ていただくと一見して分かりますように、このフロントマスクですね、XKR とは差別化して、この、カーボンを使ったりとか、非常にスパルタンな印象になっているんですけれども、全体的には非常にエレガントであるというのが、このジャガーらしさ、この XKRS の魅力だと思います。でそれはですね、走っていても全く同じ印象で、非常に、ハイスピードが出る、そして非常にハイパフォーマンスな車なんですけれども、それでいながら、一般道は非常に乗り心地も良くて、どこまでも、しなやかなジャガーネスがあるというのが、非常に驚きであり、この車の大きな魅力だと思いました。はい、とうとう日本で再開することができましたジャガーの XKRS ですね。この車、まあ、ご覧になって分かるように、まあ、ボディカラーもそうですが、あとこうちょっとしたお化粧ですね、それから20インチの非常に大きなタイヤホイール、それからまあスポイラーはじめとして非常にスポーティーな装いが特徴です。それからもう一つテールパイプ、4本出しのテールパイプが、見えますが、ここから吐き出されるサウンドが、とても素晴らしい、8気筒のサウンドです。これもぜひチェックしてほしいポイントですね。次はちょっとインテリアを見てみますと、まず例えばこのフルレザーのダッシュボードとか、このステッチのきめ細かさとか、やっぱり伝統的なジャガーらしさも盛り込まれている上で、非常にピュアなスポーツカーとしてのデザインがこう上乗せされているっていうのがこの車の特徴ですね。